ショールームっていろんな人が見に来てくれてるんですね。みんなゆいゆい配信に行っちゃうわこれだって。大丈夫、あの私のこと好きな人もまあ一定数はいるんで、まあ行ったとしても結構私あの毎日配信やってるんで、私の配信が好きな方もあの一定数いるので、はい、まあごっそり行くことはないから、うん、まあ結構行っちゃうかもしんないけど、まあ一応毎日やってね配信、うん、まあ、常連はいるかなとも思っております。うん、ゆいゆい行くはごめんなさいって。あ、この羊、バイバイ、いってらっしゃい羊さん、さよなら。羊が消えた羊が消えました。ここからなんか抜かされ、数字抜かされてるとかさ、どうでもいいんだけど、比べないで私を人と。勝手に私は私、勝手に比べて報告っていうか、怒っちゃったって、いや怒っちゃったっていうか、いらないからというの揉めろ揉めろだって。違うの、この人は読んでほしくて、そう怒らせたくて言ってるんですよ私を。お代理のルーム怖い人多くない？そうなの、なんか性格が終わってる人が結構多分人間的にちょっと終わってる方が数人いて、そう、でもそういう方々にも結構楽しんでもらいたいから、毎日あの一緒に楽しんでます。うん、そう治安悪いの結構、そう夜だと特に、そう昼とかはあんまいないんだよ、みんな働いてて多分忙しいんだと思う、お仕事がとても忙しくてすごい辛いんだと思う。で夜になったらそれを発散できる場所がここしかないから、私の配信見に来てそう言ってコメント、そういうコメントして多分すっきりしてんだと思う。でもさ、悲しい人、寂しい人にこそさ元気になってもらいたい僕は。うん、何も持ってない人に夢や希望を与えたい。うん、仕事辞めるかだってえ嫉妬して、嫉妬あの、あごめん、なんかいや仕事してる、いやちゃんとしてる人も偉いです、あの本当にそういうちゃんとしてる人たちにもちゃんと夢や希望を与えられる存在でいたいなって思います。うん、みんな頑張ってる、これからも支え合って生きていきましょう。